三代目、河原崎ゴン十郎2月11日、平成10年2月18日は、歌舞伎役者。野号は、山崎屋、背号は、紫仙。縄文は、八津花火市にに務め、え、右門は、日下から結び。愛知県名古屋市出身。本名は、長谷正一。よく響き渡る声と役者善とした風貌を、年を重ねるごとに地味と老行が加わり。 主役から脇役まで全ての役どころに精通していた。生涯で61回もの大役を演じたのは、歌舞伎界の最多記録。菊五郎劇団のみならず歌舞伎界の重鎮的存在だった。名古屋市で二代目、河原崎権十郎の次男として生まれ、祖母に育てられた。当初、 二代目ゴンジュは次男を役者にする気はなかったが、祖母の旧姓で再び父のもとに引き取られ、役者としての人生が始まった。三代目ゴンジュが、三代目、河原崎健三郎を襲名した東京劇場昭和10年3月、三代目、河原崎織を名乗り、新宿第一劇場の二人道成寺書家で初舞台。美男の名優で、名高い十五代目。 一村うざいもんの君頭を受ける。昭和二十一年四月、東京劇場における戦後初の段菊祭で、六河川姿、彩り、気仙の初家で三代目、河原崎健三郎を襲名。以後菊五郎劇団に身を置き、昭和三十年七月から始まった東横ホールの、菊五郎劇団若手歌舞伎の座頭を務める。以後十四年間、伊勢温度恋ネタバの密着をはじめとし、 スケロクのスケロク、玄平ののびきだきのさねもり、梶原平蔵誉れ石切りの梶原平蔵、東海道四ツ谷階段の家門、与原市上沖な横串の与三郎など、立役や二枚目を数多く演じた。この頃、花のエビ様と歌われて一世を風靡していた十一代目、市川段十郎に容姿が似ていたことから、渋谷のエビ様と呼ばれ絶大な人気を博した。 昭和31年3月に歌舞伎座で行われた断吉祭の身代わり座禅の太郎家じゃ毛抜きの柿部で三代目河原崎権十郎を襲名。東横ホールでは主役、歌舞伎座などでは脇役といった経験が権十郎の現域を幅広いものにしていった。昭和46年6月、国立劇場の梅雨こそで昔八条の長兵衛で初の不契役。 これ以降世話物や時代物の付け役を数多く手掛けることになる。代表的な当たり役は、青子を花くれない際が、浜松や神戸、スケロクの通人里暁、大見源氏先人館、森綱陣屋の時世など。また、スケロクの通人里暁にその時代の流行役すぐりを即興で取り入れ、客席を大いに沸かせる役どころに仕立て上げたのも、このゴン十郎だった。 平成10年2月18日、急性心不全により80歳で死去。前年の11月、歌舞伎座の芝浜川財布で、家主、長兵衛を演じたのが最後の舞台だった。ありがとうございます。